平野綾だけテレビ、それは平野綾だけが出るテレビ、あくまで予定です。平野綾だけテレビ、それは平野綾が人間として大きくなるため、さまざまなことに挑戦、人生の経験値を増やす場所、あくまで予定です。平野綾だけテレビ、それは平野綾にミッションが課せられたり、なんとなく思いついた企画をやったりやらなかったりするテレビです。あくまでも予定です。平野綾だけテレビ。平野綾だけテレビ、なんか私がいろんなことに挑戦するんですね。平野綾だけテレビシャープ1。今回のミッション何何、めくってください。はい、めくります。ファーストフード店で一日アルバイトをするのだぞ。だぞって何こんな感じなんですか。次めくってください。はい、よ、今回アルバイトをするお店はめくる感じですよね、これ。じゃん、ロッテリアさん。本日のミッション、ファーストフード店で一日アルバイトをするのだぞ。平野さん、アルバイトの経験なんてあるんですか。いや、全くないです。人生で一回もないですね。あ、でもちょっとバイトしてみたいかも。いらっしゃいませ的なことをすごくやりたかったんですよ。いいな、いいな。早速アルバイト体験のロケが始まると思っている平野さん、いえいえ、アルバイトするならまずあれを作らなきゃ。お、何？面接用に履歴書を作りましょう。そっからやるんだ。早速写真を。あー、ここですよね、写真って。すぐ近くに写真が撮れる場所があるとスタッフに言われた平野さんは歩いて移動すると、確かにポツンと立っている撮影ボックスに到着。番組スタッフから千円札を渡され、初めての撮影ボックスに挑戦。いらっしゃいませ。おー、しゃべった。照明写真、タスポ用写真、遊び写真のいずれかをお選びください。え、もう選ぶの。ご希望の写真に照明写真、撮影料金、あ、700円だ。お釣りが返ってくる。おー、履歴書、パスポート、中型、履歴書、青い矢印ボタンで移動しよう。カラー写真、白黒カラー、これってカラーなのかな。カラーでいいや、値段変わんないし。ええ、ちょっと待って、背中後ろの壁に、枠が。画面の説明文を読みながらプリクラ気分で撮影を進める平野さん。背筋を伸ばし深く座ってください。全然違うじゃん。え、何、左に回すと上がります。赤い丸の位置に上がらない、上がらない。え、合わせてください。全然上がんないよ。緑のボタンを押すと3回連続で撮影。え、何私逆、いいや、もう立ってやろう。え、笑うのかなこれ。いいや、ボタン違った。緑だった。よし、せーの、3、まだだったし、1。超空中失礼。あ、もう2回目。3、あ、うそ、まだ1。なんで連続なの。1回目だけボタンっておかしくない。口閉じてた方がいいのかな。撮り終えた3枚の写真の中からベストショットを選びます。でもこっちのがなんか頭良さそうだからこっちにしよう。えい、25秒。おー、もう20、あと20秒で出る。表から出る。06、15、14、13、12、11、10。
9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。やったー、本当に出た。おー、あ、領収書までついてる、すごい。できたー。空中椅子空気椅子ブル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 ってなってた。ちょっと若干前に乗り出し気味です。これでいいのかな。できました。続いてアルバイトの面接に向けて履歴書を書きます。平野さん、履歴書を書くのも初めて？あれ、願書しか書いたことないです。生年月日は昭和で書いたよ。あ、ちょっと待ってよ。結構こう声優デビューを先に書けばいいんだな。資格は英検とか漢検とかですかね。報道機番組の企画。やる気が感じる。ですよね。うん、ちょっとこれ読んでみよう。業務改善ソフトのような革新的な新製品にチャレンジされている御社の事業内容に魅力を感じる。なんだそりゃ。難しいこと言うな。ちょっと苦戦しながらも履歴書を書き終え、さっきの写真を貼る平野さん。ハサミとか持ったの久しぶり。図画工作が好きでした。お、よいしょ、できた。できました。ちゃんと職歴も大雑把に書いて、ちゃんと免許はないから資格を書きました。ここまではあと趣味でしょ、特技でしょ。ウォーリー探し、ウォーリーを探せを人より早くウォーリー見つけることです。すごいですよ。でも私のウォーリーは半端ないんですよ。なんかこうはいぐらい、ほんと私もハリウッド編はもう完全マスターしてますから。ちょっと学生の頃、ところで書くのに苦労していた志望動機は何て書いたんですか？志望動機、ちょっとでもうまくまとめたんですけど、人生で一度は経験してみたいと思っていたアルバイト、しかもせっかく接客業から学ぶ対人関係を日々の生活や仕事に生かしてみたいと思いました。いいじゃないですか。笑うことないよ。なんでそんなに笑う。平野綾だけテレビ。平野さん、書いた履歴書を手にアルバイトの面接へ向かいます。頑張ります。でもまだこれも出してないし、まだまだこれからですよね。本番はこれからです。でも高校生の時に周りの友達がみんなバイトしてたからすごい羨ましくって、お弁当屋さんとかパン屋さんとか、なんかレジ打つの大変ですとか言ってるといいなとか思ってました。レジのところに立って、なんかいらっしゃいませとか言ってご注文を取ってみたいです。あとはなんだろう、でも料理がすごい苦手で、なんか家庭科の実感とかにやらせてもらえなかったんですよ。平野さん皿洗いねとか言われて、包丁を握っちゃいけなかったので、怒られて危ないすぎるって言われて、なんかよくありがちだけど、お待たせしましたとか言って、あーってやらないようにしたい。なんかあるじゃないですか、いっぱい乗っかっててお客さんに向かってわーっ
とかスローモーションになるみたいな。あれやんないように。もうこの時点でちょっといや緊張するかも。なんか二人きりで面接とかなんですよね多分。なんかそんなの声優のオーディションはそういうのないんですよ。あのマイク前にもうおはようございますよろしくお願いしますって言ってマイク前でお芝居をしてそれで終わりなんで、オーディションは。もう寒いのもあってそわそわしてぐしゃぐしゃになってきました。履歴書がやばい。お、これですね。これが私が今日バイトするロッテリア。綺麗。こちらが本日アルバイトをする予定のロッテリア。平野さん、面接落ちたりしないでくださいね。第1回目で落ちたら本当どうしよう。すごい落ち込むんですけど。やばい、頑張ってきます。なんだこれは、こっから行けばいいか。頑張ります。すいません、アルバイトの面接できたんですけど、はい、店長さんいらっしゃいます。かしこまりました。店長。はい。店長さんが来た。店長さんが来た。あ、すいません、平野綾です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。店長の高橋と申します。よろしくお願いします。じゃあ休憩室にご案内しますので。はい、はい、ではです。こちらにかけていただきます。はい。あ、私店長の高橋と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。平野綾です。履歴書の方お持ちいただけましたか。はい。はい、お願いします。失礼いたします。はい。はい、平野綾さんですね。はい。はい。今お仕事されてるんですか。はい、声優って書いてありますけど。はい、声優だったり、はい、歌を歌ったり、はい、いろんなお仕事をさせていただいてます。あ、そうですか。はい、じゃあいくつかご質問させてもらってよろしいでしょうか。はい、はい、このアルバイトは何でお知りになりましたか。このアルバイトは番組の企画で教えていただきました。はい、そうですか。わかりました。それでなぜファーストフードに興味を持っていただいたとか動機はございますか。昔から接客業を一度やってみたくて、アルバイトの経験が全くなかったので、はい、接客業でこうお客様と会話したりとかすることで、はい、今の自分の仕事につながるように何か活かせることがあればなと思いました。あ、そうですか。すごいですね、なんかね。はい、わかりました。あとですね、平野さんの、ご自分の性格のいいところと悪いところ、はい、要は一般的に長所と短所みたいなところって教えていただけますでしょうか。長所は、一度やると決めたことは、はい、絶対に最後まで何があっても頑張るところです、はい、短所は、なんだろう、欲張りすぎてしまうところが。欲張りすぎてしまう。いろんなことをやってみたいと思ってしまって、はい、一度にこう一気に吸収しようとするので、うん、たまに自分の容量を超えてしまう時があって、はい、その度にこう一個一個やっていかなきゃなっていう気になります。わかりました、はい、すごいしっかりとしたちょっと短所ですね。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ質問は何かございますか。アルバイト中にちょっとだけ食べられたりとかしますか。はい、それはちょっとできないですね。あ、ですよね。はい、すいません。はい、他大丈夫ですか。はい、はい、番組企画なので落ちることはないと思いますが、平野さん無事採用となるのか。じゃあですね、今日だけということなんですけど、じゃあ特別に採用いたしますので、ユニフォーム用意しましたので着替えていただけますでしょうか。はい、止まってます。はい、じゃあこれに着替えていただけますか。はい、ありがとうございます。じゃあ個室あちらなんで着替えてください。はい、よろしくお願いします。平野さん、面接お疲れ様でした。見て
平野、やった合格しました。なんかしっかりした長所と短所ですねって言われて、私何言ったんだろうと思ったんですけど、 とにかく合格できたんで今日一日頑張りたいと思います。合格したらね、もうやる気ですよ。落ちなくてよかった。誰も見たことのない平野さんのアルバイト姿、着替えが終わるまでの間こちらのコーナーをどうぞ。写真の気持ち、その時平野は思った。わー、はい、というわけでこのコーナーは私平野綾の写真をネタにですね、この時平野綾はきっとこう思ったはずだっていうのを、視聴者の皆さんに考えてもらおうというものです。今日は第1回目なので、スタッフさんが、はい、ネタを考えてくれました。じゃあ早速見てみたいと思います。プロデューサー石橋聖郎さんからいただきました。ありがとうございます。ライオットツアー、ライブフォトブック15ページの写真、はい、これだ。おお、これです。じゃーん、この写真です。その時平野はこう思った。1万円だけ貸してください。なんかもっとこうやる気ある感じじゃないですか。これ超みなぎってるじゃないですか。なんでそんな1万円って。はい、じゃあまあこんな感じですよ。2通目、じゃん。ディレクター松本純一さんからいただきました。アヤファイル1、64ページの写真。64、ほ、このいっぱい写真のある中の、いや、こいつ、その時平野は思った。フォークボールの握り方は、フォークボールって何？私それがわかんない。こう？え？挟むやつ？こうだ。なるほどね。そっかそっか、これはショッピングしている時の写真でした。じゃん、3つ目、カメラマン川田健一さんからいただきました。アヤファイル1の57ページの写真。57ページ、おお、この海辺のこれです。その時平野はこう思った。ここでコンタクト落としたら絶対見つからないね。だね。すごいね。でもこれね、奇跡ですよね、見つかったら。確かに。じゃあ4通目、今日の最後ですね、行ってみたいと思います。こちら作家さんです。この番組の酒井健作さんからいただきました。アヤファイル1の17ページの写真。はい、あー、これですね。私が本を見ながら、なんとなくこう指揮をしているような写真です。その時平野はこう思った。この袋閉じしょぼすぎない？袋閉じのような本じゃないじゃん。どう、なんか可愛い本じゃないですか。袋閉じか。はい、というわけでですね、まあなんでしょう、最初だからですかね。もっと面白いの送ってきてください。採用された方にはなんかプレゼントがあったりとかはとりあえずしません。みんなからこういっぱい来たらね、なんかあのスタッフさんがちょっと考えてくれるらしいので、とりあえず、まあ、最初だしいっぱい送ってください。よろしくお願いします。写真の気持ち、その時平野は思った。以上でございます。みんなたくさん面白いネタ待ってるよ。平野綾だけテレビ。さあ平野さん、いよいよアルバイトスタートですよ。これが
ロッテリアさんの制服です。おっきいビヨーンビヨーン。なんか帽子とキャップ久しぶりにかぶったからなんか距離感が分かんないんですけど、今もここでぶつけちゃったこれで頑張りたいと思います。うし。アルバイト、まずはじめは基本中の基本、挨拶を教わります。店長さんよろしくお願いします。